ナオミ・ファインブルン・ドーさん、ナオミ・ファインブルンイコール・ドーさんは、ロシア生まれのイスラエルの植物学者である。エルサレムのヘブライ大学で働いた。イスラエルの植物を研究し多くの著書がある。1991年に、イスラエル賞を受賞した。モスクワで生まれた。両親は、ホベベイツンのメンバーであった。一家は、現在のモルドバ共和国のキシナウに住んだ。 1905年にキシナウでポグロムが起こるが、一家の町には及ばなかった。ユダヤ人小学校で学び、週1時間、ヘブライ語を学んだ。キシナウのユダヤ系女子高校で学んだ後、1918年にモスクワ大学に進むが、1920年、モスクワに移っていた家族がモルドバに戻ったため、 現在のルーマニアのクルジュイコールナッポカの大学に移り、1923年に植物学の学位を取得した。ユダヤ系女子高校で自然科学の教師となった。1924年に家族はパレスチナに移住した。入植地、テルアダシムの学校の教師として働き始め、1925年にタボルさんの研修で、 植物学者のエイクと出会い植物学の研究者となることを勧められた。1926年からバーブルクが所長を務めるテルアビブの農業自然科学研究所に入り臨時研究員となった。1925年にエルサレムにヘブライ大学が創設されると研究所は大学の一部となった。1929年にヘブライ大学の彦用の助手として エイクラとエルサレムに移った。最初大学は研究機関であったが、1930年代の初めから学生の教育も始まり、植物学科では遺伝学を教えることになり、ファインブルンは遺伝学を教え始めた。1931年に遺伝学の研究のために、ベルリンの研究所カイザー・ビルヘルム・インスティチュートに留学した。1931年のエイクの エルサレム植物園の創立や1936年の植物雑誌パレスチナ・ジャーナル・オブ・ボタニー・エルサレムの創刊に協力した。1950年代までヘブライ大学の唯一の遺伝学の教員であった。1938年にエークが没するともう一人の同僚、ゾハリーとエークのパレスチナの植物に関する仕事を引き継いだ。 1938年に博士号を取得したが1952年まで女子として研究に専念思考師とならなかった。1947年にイスラエルが建国された後、家族と共に生を同産に改名した。1953年にイギリスの旧ガーデン、エディンバラ大学やジュネーブの標本館で分類学の研究をした。 1960年にヘブライ大学の准教授となった。著書にワイルドプランツインザランドオブイスラエルがある。1986年に地中海地域植物分類学研究機構から金賞を受賞した。ファインブランは植物の学名で命名者を示す場合にナオミ・ファインブルーンイコールドーサンを示すのに使われる。ありがとうございます。